田中慎太郎は、広島県広島市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。プロでは、育成選手であった。小学3年生から広島湖以上、リトルシニアで野球を始める。ストクダカ時代は、1年秋から4番、二類種として活躍。立正大学進学後も1年秋から、不動の4番、2005年春にはリーグで、指名打者のベストナインを受賞した。 三期ぶりに一部復帰した2007年秋季リーグも一塁一種として力強い打撃でチームを牽引した。大学4年間の通算打率。302、一部通算は39試合153、打数54アンダー、4本塁打、32打点、打率35。353。2007年のドラフト会議で阪神タイガースから球団初の育成選手として指名された。 2008年はウエスタンリーグで37試合出場、打率155.2本塁打7打点だったが2009年はさらに少ない12試合の出場に止まり、打率167.0本塁打だった。2010年も出場試合数と打数が少ないながらも、打率は改善した。同年をもって育成選手として3年間在籍したため、 規定に基づいて10月29日に自由契約選手工事が行われたが終盤での打撃が評価されて11月12日に育成選手として再契約した。2011年は50試合出場で打率356.2本類が16打点と打率が大幅に伸び超打率593を記録したが同年10月9日に戦力外通告を受けた。 11月7日、自由契約公示された。その後、合同トライアウトに参加するも、獲得する球団はなく、現役を引退した。現在は、一般企業に勤める会社員である。豪快な打撃が持ち味で、打球を飛ばす力は、チーム内でもトップクラス。内野手登録であるが、外野の守備にもつくことがある。金本智明が通うトレーニングジム、アスリートには、 高校時代から通い、プロ入団時の新人体力測定では、新人選手トップの背筋力を記録した。ありがとうございます。